毎度おなじみルテのチャンネル、たわびの道草斎谷です。広島県は瀬野、そう JR です。瀬野八というですね、山陽本線随一の難所、約 25% の急勾配がずっと続くですね、この路線結構鉄道にとってはね、やばいとこなんですけども、それよりもやばい路線があると聞きつけましてやってきました。それがこちら、スカイレールというですね、鉄道史上ですね、やばい路線です。まあ、鉄道って、こういったね、鉄道がメインと思いますけども、法律上は、ああいうロープウェイとかケーブルカー、路面電車、新交通、全部鉄道、軌道法というカテゴリーで鉄道とされておりまして、なんと急勾配 263%。はって言われでしょ。箱根登山鉄道がで、ね、80%。信越線でも 66.7。いい台東で30。瀬野八でも25以上。そこをね、何十倍というね、やばい角度で持ってね、登る、実は、鉄道がございまして、これが来年のね、3月に、2024年3月、廃止ということでございまして、今のうちに行っとけということでございますので、ね、そこをね、乗っていきたいと思います。何卒よろしくお願いします。瀬野駅直結、スカイレールでございまして、これがね、もういきなりね、この勾配区間、やばすぎっしょっていう。この丘の上に宅地開発をして、ただこの宅地のね、勾配がやばすぎるから、そのための公共交通を作ろうということで設立されました。このスカイレールサービスでございましてですね、早速乗っていきたいと思います。運賃は170円です。切符が出てきました。切符は QR コードが印刷型、そしてそれを読み取って自動改札を入るという形になります。釘刺されましたよ。撮影するんだったらいいけど、他の人に配慮してくれよって。さすがにここ鉄を焚きまくってるから、そういう舗装されたんやな。いやー、これ盲点だね。そう、ロープウェイみたいなんですけれども、ロープウェイとね、鉄道モノレールの合いの子なんですよね。勾配きついところはロープウェイで登っていって、こういう駅のところはですね、実はモノレール的な発想で出発するという、そういう発想でございます。ここからね、先はリニアモーターなんですよね。駆動が地上部分、水平部分はリニアモーターで、勾配部分はこうやってロープウェイで上がっていく、そしてガイドレールで曲がっていくという、結構ねハイブリッド的な感じで、ゴンドラがね所狭しと待ってまして、早速乗っていきましょう。こういうねことが書いてあります。さて乗っていきましょう。誰もいないゴンドラでございますので、誰が乗ってくるのか知らんけど、とりあえず乗ります。中は冷房が効いていて、ちゃんとね、涼しくて静かですね。と、このように、ここにはちゃんとね、ロープウェイとしての機能を果たす、そういうね、装置が付けられています。こういうのあれですよね、ロープウェイ機もそうですし、スキー場のゴンドラなんかもね、作られている設備ですよね。で、そして帰りのですね、ロープウェイ、スカイレールがやってきました。何両か溜まったらこれまとめて発車するのかな、ある程度間隔を持って、まあ、知らんけど、でもなんかね、ダイヤ通りに行ってるかっては言ってないんですよね。 さっきのやつが15分発で、その次が18分ぐらい出てたんで、適当にやってるわけじゃないんでしょうけれども、とりあえずはこの1両ある程度人が溜まったら発車するという、そういう乗りかもしれません。とりあえずね、僕今のところ1人だけなんで、これはね、私を多分置き待たして何人か乗ったら出ていくという形になると思います。まさにスキー場やロープウェイのあれと同じようなスタイルで、ガタゴトガタゴトとこっちにですね回って、下りの瓶に備えるスカイレールになってます。人が全員降りたら、おそらくはここに戻ってくるんでしょうけども、まあ人が降りなかったらどうすんやろ、居眠りしとったら起きろとかって言うんでしょうかね、知らんけど、いやそれはないと思いますよ。多分ある程度これ無人監視やってますからね、監視カメラで人が降りるのを見てある程度操作してると思いますがね。やっぱりあったあった、あそこにちゃんとね、監視カメラがあります。そこで人の出入りをちゃんと点検した上で操作していると思います。なのでこの便は
私一人しか乗ってないのでしばらく待ちぼけ。発車間際になればやっぱり利用客でにぎわいます。まあ一人で占拠して利用できるなんて都合のええことはおまへん。ここのハイライトはいきなり訪れます。法律上鉄道なのでこれまた常識の範囲ではありえない急勾配の約250パーミル、旧薄い峠 66.7パーミルも真っ青の約 3.5 倍、1000メートル進むと約250メートル上がるという超急勾配でございます。瀬野から八本松までの山陽本線の難所でも40パーミルないので、これまたいかに過酷なのかがよくわかりますが、登り行く景色は圧巻そのもの。山を切り開いて宅地造成をし交通インフラを整えたのに、2024年4月末で廃止ってやりきれませんが、またなぜにと思われます。ざっくり解説すると、ロープウェイとモノレールのハイブリッド的な方式で急勾配に強い交通インフラとして開発されたスカイレールでしたが、かなり特殊かつ高額な建設費用と運用なので、他地域でもこのようなインフラが導入されませんでした。となるとほぼほぼこの住宅地のみのオーダーメイド品になってしまいます。補修用の部品維持費用が高額化して、バス転換した方が経営効率が図れる、一度に移送できる人員もバスの方が多いため廃止に相なったと推測します。車窓からも見て取れますが、山を切り開いて宅地造成をすることもなくなりました。この宅地造成も1990年から造成が始まり、97年に入居開始、不動産バブルの勢いで作った感ありありです。令和の日本でこんな大規模な宅地造成、いやーもうないでしょうね。そういった側面もありまして、勾配に強いスカイレールシステムが行き渡らなかった可能性を感じさせます。駅周辺に近づくとロープウェイからモノレール式に軌道が切り替わります。急勾配はロープウェイ、そうでもないところはモノレール。ハイブリッドさせることで地形を克服し、交通インフラを整えることができるのがこのスカイレールのメリットなんでしょうね。メリットがあればデメリットもあります。それは住宅地から最寄り駅までの距離が遠くなり、便利なのか不便なのかがわからん可能性が示唆できます。駅から近い家の住民さんはいいんですけど、端っこの家の方には日常の移動に支障をきたさないわけがありません。ですので道路をきめ細かく周回できて柔軟な運用ができるバスの方が、地域密着の交通インフラとしてベターな気がしてなりません。さてこのスカイレールですが、乗り心地は大変よく、ガタピシ揺れてたまらんということはありませんでした。動きもとてもスムーズ、近未来の乗り物という気がします。ただ1車両あたりの収容人員が限られているので大量輸送には向きません。朝夕のラッシュ時にはそれなりの本数を動かして対応していますが、それも限界があります。車窓から眺める景色は抜群、通常の鉄道ではありえない急勾配でもスイスイ移動ができます。斜面スレスレを移動したかと思いきや、段々畑になっている区画をものともせずに登る姿は圧巻。最初で最後とはよく言ったもので、これは一生ものの記憶と記録になるであろう思い出になりつつも、終点緑中央駅に到着です。でもってね、上の緑口駅ぐらいもやってきましてですね、時間はね5分10分の世界なんですよ。だから勾配がめちゃんこきついっす。で切符はもう1回片道でね、終わりです。そのままね捨てちゃって OK。 結局 QR コードで入ったらもうそのままで出口は自由という形になります。でこういった形でね、いやー一気にこの山陽本線
登るところをね、本当中国山地のところによくこんな山削って宅地開発したよなと思うんですけども、それに対しての公共交通をねどうするかっていった時にですね、1990年代はやっぱりね鉄道という考えがあったみたいです。まあ新交通システムとかある程度大規模な路線計画でもってですね、住宅の利便性を図ろうと思ったんですけども、結局これね特注だったんですよ。で維持管理がね全てねこれオーダーメイド品なので、ぶっちゃけもうねここにかかる経費ってのがめちゃくちゃ高いということで、結局ねもう廃止しようということで EV これを使ってもうね運用しようという形になりましてね、来年4月にもね廃止でございます。山の上だからねこうやって段々畑車にしてですね、城じゃないけど車状にして平地を作って、そしてその狭いところで公園を作ったり住宅を作ってます。要は本当にこれ段々畑ですよね。本当ようこそ緑坂へということで、スカイレール、ウェルカムのですね、なんか穴開きがあるけど、これで写真撮るやつオンにやろうか。お、やってきましたスカイレール下りでございます。おお、こりゃすげえ。結構な上り坂をねこうやって一気に駆け抜ける、これがねロープウェイ鉄道のね強いところなんですけどね。特にロープウェイはね坂に強いので、鉄道は坂に弱いんですけども、ロープウェイは坂に強いからこうやってね一気に登ってはこれるんですけども、さすがにでもね駅がね3つしかないんで、この上の駅でさっき泊まった中の駅で下の駅ということで、その間がねすごい大変なんですよね。なので結局利便性に難があって最終的にこれ廃止になったっていう風に、ね、なる可能性が高いですね。あ、廃止になるだ、まだ配信になってませんからね、すいませんでした。まあ、言うて新興住宅地なのではっきり言うとね子供が多いんですよね。当然ね新興住宅地家を買いたい若い世代がねここにね要は退去して応募してきた。まあもちろん住宅の分譲会社もそこにもうクソ営業をはけてきてるわけですから、まあ若い人が多い、ね、子供たちにとってはこの坂超絶負担ですよね。まあだからこそ配信になる可能性もあるっちゃあるにし、なきにしあらずといったところでしょうかね。いや、結構ね、この坂、登りですの大変ですよ。まあ、足腰鍛えられていいのかもしれないけど、いや、そういう理由やないやろと、いうことでね、ここに越してきた人たちって、意外とね、後になって、うわ、やっちゃったとかっていう可能性あるんじゃないかな。ね、しかも新築分譲で買ってるから、これ、売ろうにもね、資産価値の部分考えたら、売るに売れない可能性あったかもしれないね。だから今になってしまったということがあるかもしれません。知らんけど、ちょっと降りてねちょっと登りだけど結構大変ですよこれ本当に。なのでねあんまりねこの子供たちいる中でわけのわかんないね人がね鉄オタがね来てねああだこうだねカメラ向けるのもねはばかられますんでね、速攻で帰ります。広山陽本線瀬野駅へ向かう上り線って行っていいんでしょうか。なんせ勾配下るのにね上り線って、まあいいか。乗客はほとんどおらず、とても良い景色を撮影することができました。中国山地を切り開いてできた新興住宅地から眺める雄大な車窓、これはもう見られなくなるわけなのでノーカットでお届けします。ぜひともお楽しみいただければ幸いです。
さて、乗り通してきまして、乗り終えた切符はここに入れれば OK なのね。なんともシンプルな設計だこと。はい、姉妹にスカイレール乗れてよかったです。山陽本線の難所、瀬の八の過去を見つつ、今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。